吉田さん、例のやつはやっぱりね、すごい検索ワードになりましたよ。多分例のやつっていうのをサジェストに出させるようなことをしてるのは私しかいなかったんじゃないかなと思うんですよ。つまりその例のやつのビジネスに私も関わりましたけども、あれすら私のね、全体のビジネスの段取りだったっていうことなんだと思います。まあそのぐらいの戦略がなければやっていけなくって、例のやつにたどり着いたやったゴールだっていう人は足元救われるんだと思うんですよ。だから常に全部が次の何かね、旅路のための材料なんですよね。人生は続くわけですから。だからこれでもう大丈夫と思った瞬間、それは転落なんですよ。だから例のやつだって、それはね、何もせずにお金が増えるっていうのが、あの好きな方は集まってきましたよ、確かに。でもそこで集めた結果、私が何をしたかっていうと、ビジネスやろうぜという呼びかけをしたんですよね。そうするとちゃんとビジネスをする人も出てくるわけなんですよ。プラス例のやつが動きが止まった時に、あ、本当だ、久保さんの言った通りだっていうふうに考える人と、なんだよ詐欺じゃねえかっていうふうに相変わらずね、思考停止を続ける人といるわけですよ。で、あ、なるほど、だからビジネスを土台にしないと危ないんだなと思った人は、痛い勉強代だったと思いながらビジネスをやる思考にたどり着いたり、 FX を一から学ぶっていうところにたどり着くわけですよ。そうなると、まあ速稼塾のコンテンツの意味も出てくるんですよね。なぜならどんなことをやっても打撃を食らうことはあるわけですよ。で、打撃を食らわないように防衛しとかないといけないんだけども、防衛のためのね、ガードとかアウェイとかをやってこなかった人って、まともに食らってボーンとノックダウンでしょ。それが全額投入、つまり全速で突っ込んでいったらクロスカウンター食らって終わるわけですよ。で、その時に向こうからパンチが来ることを予見しながら一歩一歩進んできた人ってのは、避けることもできるし、パンチを致命打にならない程度に受けることもできたりとかね、かわすこともできるわけじゃないですか。ともすれば反撃もできるわけですよね。まあ、というところでね、例のやつのビジネスは、まあ、終わりましたけども、それによって学んだもの、培ったものが多数あるはずなんですよ。例えばね、代理店ビジネス、ネットワークビジネス、MLM っていうのは、やれば何が生まれるかっていうと、ちゃんとやったらね、人脈は残るんですよ。ね、でも、MLM をちゃんとやってこない人、利益だけに特化して儲かるからやるっていう人は、人を大事にしないんで、友人をなくしたりとかね、アップラインから切られたりするんですよ。でも、ちゃんとやってれば、その例のやつなら例のやつを通じて人とつながることができるんですよね。まさにこれがビジネスの土台だと私は思うんですよね。じゃあ次は NFT ビジネスでいってみよう。